こんにちはぬるぬるですけれども、本日はスチレースを芝居てまいります。前回単発のフリー走行だけで終わっちゃったので、今回は別のモード行ってみます。あと今んとこ一度も1位になってないので今回こそは。はいでは、グランプリモードをプレイしてみます。あれですね、だいたいマリオカートと同じ感じのやつ。ではマシンは。サーモンで行きますか。これ使ってタイトルにサーモンなんとかつけてスプラプレイヤーを釣ります。では第1レースです。ぶっ殺してやる。いいですよ、初手ミサイルゲットいいですよ。前のやつら団子になってるんで、引け。はい、サンダウン。よろいねえ。これ今撃てば。ショコラ、幸先いいぞ。4レースの合計ポイントで争うモードですから今回、最初にがっつりリードして悪化速入か。いくら貴様、分散の分際で、ノリに巻かれていなければ何もできない半端なのが。加速いいぞ。使うならいくらを抜き去ったタイミングでしょうか。スリップストリームさせこら、悪度けおら。さあ、殺すぞ。13、加速。はい、アイテムこっちのものを。初戦降格類よ。回転寿司のオーサーモンに勝てると思ってんのか。加藤降格類が。悪化速入か。食らえ。はい、ご苦労。ここまで計画通り。では紫ビッグラコンを入手していきよ。小僧寿司がよ。さあ、殺すぞ。またてめえらかこらー。穴子まで調子に乗ってきやがって。ミサイルグッド、最終ラップですがここで1位にいないのは逆に良かったかもしれない。あいつらどうせ背中から撃たれるなりするでしょうから。誤差ついたところをラスト1位に追い抜きましょう。よし、1位の入りを狙え、そして加速。ここまで。そうかよー。今最後逆転する流れだったでしょうが、おかしいでしょうが。誰が最後撃ってきやがったの、いくらか、あの軍艦野郎。第1レースは3位で5ポイントですか。レイティが10ポイント。やはり2位以下ではダメですね。トップ死にならねば。殺してやるぞエリークラ。2、1、始め。いくぞ。いくらてめえアイテムを。ここに来てマグロも前に出てきやがりました。あの怪人の野郎。ぐっと、戦闘集団がこぞって加速床食い損ねましたね。悪化速床。まずい、減速床に捕まってる間に。そっそっそ、股間一気に抜いてくるとは。ただあいつらあの距離感、少しごちゃつけば一気に崩れるかもしれません。いいぞ、3位です。まだ全然いける全然いける。ナイス、ナイスキルだイカよ。お、イカよりサーモンのがスピードあるようです。これはいける。うお、イカが渡すサーモンです。マジでサーモンランみたいになってきました。あ、よし、お頭鮭となりました。どけおら、横綱やぞこら、どうろこを見舞いすんぞ。あ、終わった。あの穴子はもう少し泳がせても良さそうですね。魚だけ。最終ラップです。勝負かけるか、もうコーラとか追いつかん。行かせねえ。さあ、加速にハブロックしなこら、殺してやる。とまあ、人の加速を妨害するからそうなる。行かせねえ。ずっと目障りなんだよお前。そろそろワイプアップ。袖か穴子、袖か穴子じゃ。海がお怒りじゃ。終わったか巨大か、では最後一気に。じゃあ、やりました。初勝利です。アイアムアシ。はい、総合1位です。総合1位ではありますが、エビの野郎がすぐ後ろにつけてやがります。油断なりません。あいつにだけは1位を取らせてはならない。では第3レース。3、2、1、行きます。気分いいですね、戦闘スタートは。で、二股コースですか。ここは加速に差のある左。バランスと、エビが後ろにいたら積極的に使っていきたいところ。今いたなぁ。しゃ、多分当たったでしょ、今。またお前らか、またお前らかいか、アナゴ。調子ええんか。さあ、いかてめえこっちのアイテムだろうが、片と召喚するこら。おやおや、醤油だまりに引っかかったようですってなこら。あいつらー。はいごま、人に醤油ぶつけるからそうなる。もっと得を詰めぼけ。バランスタ、くらいや。としましたねー、気分良いぞ。なんでてめえたが、よし。そう簡単にトップを取れると思うなよ青魚が。イカが、殺せ。一瞬トップになれてよかったねー。短い喧嘩だったねー。でてめえは何抜けようとしてんだ穴子こら。イカさんぞこら。一生鮭の尻眺めとけや。オーケー、これで攻撃される心配はな。勝利取ったな穴子今。まずい。銃口を突きつけられていますが。いつ撃ってくる、いつ撃ってくんだ。チラチラ顔だけ見せやが。お、外しちゃったねー。どんまいどんまいそういうこともあるよね。もうこのレースもらったでしょ。そろそろ勝利が飛んでくると思ったんすけど。
来ないっすね。マジでこのまま生きるかもしれません。3試合目も10ポイント取れれば熱いです。ああ誰がこんなとこにバラまいたの。そうだよ、もう誰でもいい、起きろ。みーよし、あなた様ファイナルラップですか。4位ならまだいけます、いけます。むしろミサイルに狙われづらい分一番いい順位まである。加速移動、いけるぞ。アナゴ、あいつらだ、あいつらに勝利。どうして今俺にバラン当てても順位は変わらないのに。そろそろまずい、加速使っときましょう。バランが、バランがずっと邪魔してくる。なんなんすか、あのクソ緑、許せねえ。オーケー、この勝利でトップ。うん、あいつら最後潰し、悪加速、焼き当たりロケット、よし。あー邪魔すな、お前かこら。こんなとこで止まってんじゃねえぞ。何くっついてんだ、いくらてめえ。あ、終わった。3位ですか。結局そんなに悪い順位でもありませんが。お、なるほど、総合1位ではありますが 2,3 ポイント差でアナゴとエビが後ろにいます。やはり最後再び1位を取るしかないようです。1位を取ってやがて王となります。3、2、1、あ、行くぞ。アナゴより、アナゴより一歩先へ。フルスウルトラアナゴ、あいつアイテムを何持ってやがんだ。当てねえ。ここは一気に1位突破しますか。加速、アナゴてめえ。あいつだけは許さんぞ、マジで。うなぎの偽物の分際でまずいですよ。回収団は早く抜け出さなくては。そでかマグロの周辺で潰し合い起こってお願い。特に潰し合いは昇竜。落ち着け、落ち着くんだ、まだファーストラップだから。お、よしよしよし、一気に全員抜きました。勝利ミサイルが怖いんで早く切ってみてだから。イカアナゴてめえだこら。またお前らかこら。ずっとあいつらが目障りなんだよな。おや、どうしたアナゴくん、加速していないのか。おは加速しているが、さらに加速相手もいいぞ、いけるぞ。そういやドリフトとかありましたね。あーバラン、イカゴラー、まずい、アナゴが。おい、ソデカサーモンいいぞ。無敵なので強気にイカアナゴにへばりついていきます。ぐっと、さらば大会女、ミスだこら。アナゴに打たんかい。それは足の引っ張り合いをしてる場合ではないだろう。俺たちはファイナルラップです。まだいける、まだいけるはず、信じているぞサーモン。分岐点ですが、左、これここでサバを出せば OK。 アナゴも引っかかって減速、移転で駆動、加速2枚目ナイス。そしてサラバイカ、もう加速切っちゃいましょう。勝利に垂れる前に距離稼いじゃいましょう。しゃ、ここに来てクソデカサーモン、妨害無効。いけるいけるいける、アイテムは取れませんが問題ありません。加速に皮伸ばすな。最後だ、もう死の加速、やりました。1位です。となれば総合優勝です。すべての回転寿司にありがとう。はい、というわけで無事優勝できました。良いサーモンランでした。どう見てもサーモンランです。では終わります。ご視聴ありがとうございました。